よっしゃ、ゲームやってくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。久々にね、試練の方をね、やっていこうかなと思っております。で、まぁ、大体、掛け軸ら、食撃の相馬じゃなくて、食堂のなんたらかんたら、食撃のなんたらかんたらと、あとなんか、問題、フェインの問題、最終問題のこの3つをね、ちょっとね、まあ、ゆっくり投稿していこうかなと。ゆっくり投稿っていうか、まあ、このシリーズをパッて投稿して、次は、まあ、お盆あたりに、また、食心のなんたら、をね、投稿していこうかなと思っております。ではね、今回はね、ここの99回を目指そうかなと思っております。で、これですね、掛け軸裏の洞窟はね、罠師の腕輪がありまして、このね、腕輪をつけると罠が引っかからなくなると。で、その代わりモンスターが引っかかると。まあ、そういうゲーム設定になっております。いやー、99、俺これやったことあったかな。やべ、ミスった。やったことあったかどうかも全然覚えてないんだけど、多分ね、やったことあったと思うんだけどな。99回全部、おー、最強じゃないか。いいね、プラス3はかなり強いぞ。いいね。だからね、このね、掛け軸裏はね、罠でね、どうにかしていくと。だから、地雷とか踏んでも、まあ、自分がね、自分から引っかからない限りはね、爆発はしないと。まあ、そんな感じですね。うおー、勝手に死んでる。で、モンスターが逆に勝手に自ら爆発するみたいなね、そういう感じになってるからね。へへへ。だから、事故で死ぬってことはね、まずなくなるんだよな。へへへ。おい、どうたぬき、やばいな、どっちが強いんだ。とりあえず装備して、剣の8、8、9、おお、どうたぬきより強い、刀プラス3、いいね。これはいいぞ、いい調子やぞ。だからね、レベルが低くてもね、なんとかなっちゃうんだよね。けども、まあね、いい武器、いい杖をね、ちょっとね、探していきたいなとは思う。罠チェックが必要ないっていうのがね、すごい楽なんだよな。おお、あ、痛い、なんじゃこいつら。うれ、うれ、死ね、うれ、うれ。いや、試練のさ、なんか、他の、なんか RTA とか見よったらさ、うおー、店最高じゃないか。うわ、これ、ウンドゥバが、ウンドゥバが絶対いるから、ウンドゥバは、結構敵強いんだよね、ウンドゥバは結構強いから、ちょっとレベル上げてから行きたいんだけどな。ウンドゥバ本当に強いから、最初の方で。ウンドゥバはマジで強いんだよ。だからね、店があったからといって適当にね、おいとかしたら、マジで死んじゃうから、まあ、ちょっとレベル上げてからね。だ、肉がね、あ、肉じゃねえよ。魚は魚じゃねえよ。おにぎりがな、おにぎりがないからな。お、いいね、罠。罠巻きいいね。あー、これ泥棒できるぞ。泥棒できるんだけど、ウンドゥーバーがいるからな。目薬ソープがマジで欲しいな。お、ツルハシ、最高じゃないか、もう。か、絶対、泥棒できるじゃん。泥棒できるけどな、ちょっときついな。ウンドゥーバーがな、いるからな。ウンドゥバがどれかっていうのが分かればいいんだけどな。たまね、ウドゥバね、攻撃されたらね、30ぐらい食らって死んじゃうんだよな。だから HP と防御の問題で、ま、負けちゃうんだよな。どうしようかな。取りてー、めっちゃ取りてー。うわー、死んじゃうよな、これ。絶対死んじゃうよな、これ。うわー、くっそ、どうにかならんかな。一撃で死ぬって考えたらもうどうしようもないよな。くっそー。とりあえずこれ。うわー、これめっちゃ読みてー。読む。あ、なんで読んない。あ、まあどうせいいや。ミスったな。とりあえず罠を作りまくろう。うわ、クソ、下手したな。あ、そっか。これは元
かんへんのか。持つ、ヒーロー。よしよし。これはそういう人かんへん、絶対。とりあえずこういうの全部売って、なんで俺読んじゃったんだろう。くそ、ミスった。ウンデバーどうしようかな、マジで。あ、いくねー。これは全部拾わないで。よいしょ。はい。ミスった、マジで。あ、落としたのあるんじゃない？でも全部罠か。落としたのあるな。ラッキー。あ、じゃあ、あれやったな。くそ、ミスった。くそ、もういろいろミスってるな。よし、OK、OK、OK。足元を拾う。よし。そう。拾う。拾う。ウンドゥバがいるときついからなーの。とりあえず全部取って。全部罠だろ。お、違う。いやー、そろそろライブスターがいいな。ウンドゥバが来たらやばいな。装備して。識別。識別いいね。読む石吹き飛ば大部屋。あ、欲しい。真ん中にいるんじゃないか、ウドゥバ。お、真ん中っぽいな。あ、多分真ん中だろう。もう全然わからんけどさ、もういいだろう。移動、よし。お、結構巻物あるぞ。よっしゃ、とりあえず行くか。あ、間違えた。ふむ、よーし。ちょ、下手くそな試練をしてしまったな。普通なら罠師を読んで、あの罠がいっぱい増える罠を見つけるんだけども、見つけるんだけども、よし、 OK、 よし、 OK、 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 おー、びっくりした。普通はそれを見つけて、まあ、いっぱい罠を増やしまくって落とし穴を作るっていうのがね、基本中の基本なんだけど、まあ運よくね、店の中にあったからね、まあちょっとギターをね損したけど、まあそこら辺はいいかな。待つか、先に調べとくか。ほい、わかんねえなー、全くわかんねえなー。あ、金芝だ、ラッキー。運ゲー、マジでかな。何も動かないってことは、普通ならね、まあね、痛み分けか、不幸の杖だったんだけど、近づいても全く動かないのは金縛りしかない。完璧だね。うん、こっちもなんもないね。掛け軸裏ってどうやってしたらあれ全部99回までいけるかな。あんま覚えてないんだよな。昔ちょっとねチラッとやったんだけど、あんま覚えてないんだよな、本当に。地めぐみ。とりあえずね。お金が欲しいのは、お金じゃない。よし、お部屋ぐらいになる。あ、水だ。さあ、どんどんおにぎりにしてくれ。一発じゃしないよ。いや、死ぬかな。一発で死ぬか。やめとこやめとこ。とりあえずおにぎりを回収。あ、なんだか。あ、やばいな。9ぐらいまで回復した方がいい。OK。よしよし。じゃあ回収回収。結構おにぎり増えたんじゃないか。おーい、4つ丸。これで、もうだいぶ安定だな。これね、おにぎりはね、デロデロになることが 100% ないから。もうこのおにぎりはもうずーっとね、使えると考えたら超でかいんだよね。おにぎり回収する必要は全くないな。もう食ったら即食い、あ、食ったら即食いじゃない。見つけたら即食いでいいな。よし。俺も RTA やってみようかな。RTA ね、なんかずっと見よったら。RTA っていうのはリニアモーションとか言ったら、リアルタイムアタックの略で、なんだっけ、ホコラ谷を、完全に、あ、ここあたりをもう完全にもアイテムを持たない状態で、
まあ、初期の状態でもうあのクリアするというね、そういうルールなんだよな。おにぎりを食べると。だからニコ生、試練ルールで調べれば多分出てくると思いますよ。うん、もう調べたことないけどね俺も。さて次行ってみよう。いや試練っていうのはね、無編集でもねかなり面白いゲームとなっておりますので、ね、もうね本当実況をねマジでやりたいという方はね、もう本当に実況向けのねゲームとなっておりますね。本当。おお、めっちゃ死んでるじゃん。めっちゃ死んでる。めっちゃレベル上がってる。モンハウがあるんかな。モンハウがある、もうモンハウモンスターハウスがあるだけで、うわー、マジで一撃では死なんとは思うけど、ちょっと怖いな。で迷路のところはね、うわー怖いなこれ。うわ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 、これ絶対モンハウあるだろ。うわ、マモに死んだ。やった、これで安全に切るぞ。モンスターハウスがあるな。モンスターがいっぱいいて、さらに罠がいっぱいあるところなんだけど、怖いな。おい、あぶーん。いいね、胃腸角の種。別に胃腸角いらないんだけどな、おにぎりがあるから。おにぎりがあるんだな。ここら辺は何もないな。うえー、壺嵐、壺嵐。こっちは絶対鳴ると思うけどな。ドゥンドゥルドゥリーンってならんな。全然ならないんじゃないか。保存の壺欲しいな。保存の壺があったらギタン砲ができるんだけどな。ギタン砲っていうのはですね、ギタンを敵に投げると、ギタンの、10分の1のダメージを敵に与えられるというね、まあ、これがね公式技っていうのをね知ったときはねびっくりしましたね。あのフェイの問題をすべてやったときにもう必ず分かるというね。あ、すげえなって最初思いましたけどね。ういーと敵どんどん死ぬけど、どこで引っかかるよ。あそこか。おい仲間キーで剣もね、拾う理由ないんじゃないかって思う人ね結構いるかもしれませんが、剣もね、弓と同じね能力を持ってるので、もしね、敵が遠くにいた場合はね剣を投げましょう。すげえいいから。弓よりも攻撃力が若干高くて、まあ、普通に使えるというね。だから捨てる理由が全くない。いいね。で火炎草があったりしたらな、この仮面武者を使ってね敵をボコれるんだけど、どうしようかな。こうだな。どうすればゾンビがこっちを向くけども、なんか上に乗るぞ。どうしよう。あ、やばい、これまずい。どうしようかな。監視割りがあるか。ちょっと全然大丈夫やな。はいはい、当選竜。はい、今当選竜の時点でこいつもう超強いから、これも金縛り。はい、オッケー。で杖はね最低3回以上ねあるので、こいつは絶対攻撃しちゃいけないな。死んじゃうからね。これね杖がねほんと強いゲームだからね。お、もう下に下がるか。怖いからね。なんだこいつら、うざいぞ。ここ右行ったらあれらしいけど、右か。はいはい、一発。うわー死なんのか一発で。うわやばいな。あ、ミスったな、バカしたな、下手くそやったな。今のあれやったな、左のところで金縛りするべきやったか。ミスったな、あーミスったな。あー待てよ、金縛りした後にこいくらって吹き飛ばしだな。運ゲーで、こいつを軸に回ると。あーちょっとミスったな、今のは死んでもおかしくなかったな。ハブーンの攻撃が確かね8から11ぐらい食らってたんだよな、確か乱数で。だから今の本当にミスだな。おい、オッケー。おお、バカなの、急に起きんなや。うわー、金縛りが。
のがあるからな。いやこいつ放置したらめんどくせえな。どうしようかな。でもな飯がないからな。薬草が、あ、薬草あるんか。まだ踏んだら嫌やな。投げておくか。いや投げてあれしたら最悪やな。投げて起きる可能性があるから、ここはこうだな。これで投げる。ほい。ちょっとレベルが低すぎるかな。レベルは6階層で、わあ、6階層でのレベル7は銅たぬきぐらいのね強い刀があるからいけると思ったんだけどな。こいつ声無駄に高かった気がするな。こいつ引き連れて20ぐらいで殴る。オッケー、一撃プラ8。ちょっとレベル上げた方がいいな。ちょっと怖いな。おにぎりがこんだけあるなら。これなんかなるんだっけ。なんもなんねえか。あ、特技が封印された。まあ特技ないけど、こいつ、こいつの特技殴ることだからな。敵がいる。どこだ。わあ、わあ、なんだお前ら。おい、撃つなよ。おい、走ってこいや。あ、まあ関係なかったわ。この穴はなんだ。あ、これただの水たまりか。すごい水たまりだなこれ。水たまり一マスとか初めて見たぞ。こんなのあるんだ。まあいいや。あいつこれ今何拾った。あ、罠罠。オッケー。雑草食っておくか。邪魔だしな。雑草を投げてもまあダメージは一応与えられるけど、1とか2とかだからあんまり意味ないんだよな。どうしようかな。レベル上げておきたいよなということで、山まだ踏むのはまだ早い。まだ早いぞ。うわーい。おし、盾がある。盾先取った。お、バトルカウンター、マジ強い。バトルカウンターは敵の、ダメー、敵が攻撃した時に、ダメージを、与えるというね。こいつは弱い。はい、あ、これ雑草投げないか。ほら、はい、弱い。進化してもね、あ、進化って、あ、まあ、進化でいいか。進化しても、レベルアップか。レベルアップしても、まあ、強くないやつは結構いるからな。お、ギターいいね。アイテムがあんまりないな。おう、なんもないな。壁を掘ってね、ダンジョンをね出現させるということももちろんできます。さてと、どんどん行くぞ。お腹減ってきた。関係ないな。危ないね。はい、リターン。お、こう避けて、こうだな。オッケー。お、おとぎりそうかな。おい、覚えてる、覚えてる。お、こいつはね、お腹を減らしてくるというね、もううざいやつだけど、問題なし。バトル貫徹。ちょっとレベル上げた方がいいよな、やっぱりな。ちょっとレベル低すぎるよな、ということで、目を覚ませい。やはい、おい、と思ったけど、おい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。